ん？おお、なるほどね。エイミングモードだ。これは左の人、ノーマンさん、レクストラね。これはエイミングモードで頑張る系が続くっぽいね。高い。報酬は1枚ね。でもこれハイジャンプ必須か。ハイジャンプというかあれ必須なんだな。ん？後ろかな？どっかに見本があるんじゃないの？あれ？何も書いてなくない？あ、壊せる。これでいいのか。登り方がわかんねえなと思ったらこういうことか。ただ、あれ？あのパネルをどう開ければいいのかの見本が、あったあった、これか。クワーク、クワーク、怒り、クワーク、怒り、ん？クワーク、怒りによろ、キード。クワーク、怒りによろ、キード。クワーク、怒りによろ、キード。覚えたぞ。クワーク、怒り、によろ、キード。オッケー。これがあと2、3回続くと思えばいいでしょう。この木箱破壊は何か意味あんのか？特に意味はなさそうだけど。これか。さあ正解を教えてまえ。今度は5個か。鎧かクワーク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 。食べレクストロ。鎧かクワーク。食べレクストロ。覚え方がおかしいけどな。鎧かクワーク。食べレクストロね。いくぜ。鎧かクワーク。食べレクストロ。この覚え方通用するの俺しかいねえぞ。お、今度はターゲットが動くのね。なんかどんどん速くなりそうだね。イカニョロ、え、イカニョロ隠れだね。イカニョロ隠れ。これ真ん中に入れば速いよね。イカ、イカニョロ隠れ。これだ。あれ、あーもう、イカニョロ、イカニョロ隠れ。もう動かないで。よし、ケイ、イカニョロ隠れと。ちなみに途中になんか隠れてたりはないね。まだ続く。下には何もないかな。ただ落ちたらやり直しだよ的な感じ。おお、いたよ。こんなところに。わかるかいな。たまたま開けといてよかったわ、ほんま。よっしゃ。これでゴーストライターコンプリートですね。あ、しかもここに隠れてるじゃん。よかったわ。レクタベイカリ、隠れ黄色。レクタベか、ん？レクタベイカリ、隠れ黄色。レクタベ、え？え？何だっけ？レクタベ怒り、レクタベ怒り、レクタベ怒り、隠れ黄色ね。レクタベ隠れ、隠れ黄色。ちょっとクイルもあるっぽいからな。が、先に木箱を壊しちゃさないと話にならんぞ。レクタベ怒り、レクタベ怒りね。木箱がボロボロなんですが。レクタベ怒り。よいしょ、ケイ。クイルもこれで全部っぽいので、いざ行こう。
レク、食べ、怒り、隠れ、ヒロ。OK。おー、なるほど、ここに通じてるのか。前に、この坂道を逆走してちょろっと見てた時がありましたが。さあ行くぞー。集めろー。また取り逃した。また取り逃してるもん。いや、でもこれは上から、取り返せるから早い。ギミックを無視して、もう一回迎える。はい、どーん。よし。フィール集めが地味に難しいな、このステージ。あとは、ああ、そうだ、これやってなかったね。爆弾が近くにないんだったっけな。ヘリコプターで破壊するのを先にやるべきかな。エクストロの、あ、そうか。あのアーケードの上とか全然見てないね。見てないというか、前行った時には何もなかったんだよね。この先、なんか行ける？なんかヒップドロップしてください的な雰囲気だけど。あれ？なんもないの？なんもない場所かな、これ。なんかクイルとかあったような気はするけどね。前に来た時に全部回収したんだったっけか。ここがワールド追加で解放されたとこだね。クイルに導かれて行ってみよう。パワーグリッド。電源装置的な？あー、ぶね！意地悪なとこに隠すね。俺じゃなきゃ見逃していたね。よいしょー。オッケー。ここもガラスを割ってどんどん進め系かな？手前から順番に台を登らせておいて、あったよ。見逃す構造を作るね。わざわざね、下に空間が空いてるということはそういうことなんですよ。油断を誘う作りだね。これでクイル、あれ全部俺見たのになんでクイル集まってねえんだろうという不信感をプレイヤーに初見で与えさせようという作戦だったようだが、どうはいかんぜ。よいしょ。ここは先にクイルを集めた方がいいかな。ここはさすがに下の方何もないかな。隙間があれば何かしら置いてあるというのが通例だけど。一応よほど変な位置で待ってなければ坂道はこれで攻略できるね。そんなにツルツルしてないね。でもすごいバウンドしちゃうんだよな、ちょっと動くだけで。このローリング方向転換が難しいんだよね。よいしょと。スイッチ発見。ということはこれスイッチでローリング止められる？そんな気がする。ん？あ、違うわ。手前に帰りたい人向きだね。もう詰まっちゃったよ。ここ、やだよ。帰りたいよ。っていう人のためだね。俺はそんなのに楽しないぜ。はい、オッケー。常に坂の下は確認。マジで隠しまくるな。でもまあこう進んでいる間のどっか一箇所でもこれを見つければ、あ、今までのところにもあったのかって気づけるから、という意味では良心的なのかもしれないけどね。これはスイッチをして素早く消えではないね。ならとりあえずローリングで越えてみようか。越えてみせよう。見せられなかったよ。どうしてもノーダメを目指すんだったら無敵も活用するべきかな、これは。とりあえずクイルを集めつつ。危ない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 。熱いってだから。意外と当たり判定強いのね、あなた。どうかな、ここまで取り逃しはないと思うけど、先へ進もう。これ下は何もないかな。ほぼほぼ落ちてくるのが前提みたいな振りだと逆にクイルは置いてないみたいな。
なるほどね、これはまた厄介な地形作ってくれたね。オッケー。でもまあ困った時は勢いで行ってしまえばいいのよ。さあこれは下あるかな。下はないか。お、さすがにここまで来て意地悪はないか。取り逃しは前半の方だけだよっていう状況であればね、あの意地悪も許される的な感じなのかもしれない。でもこれクイル全部回収しつつ一発クリアは難しそうな気がするので、先に取っちゃおう。安定思考でいくよ。よし、では行こう。見てゴールか。OK。 さすがにね、これにも慣れてきた。どうだ、よし OK、 これでコンプリートかな。クイルあと10枚、行ってないところがあればそこだけで10枚集まるかなという感じでしょう。トークンの場所ちょっとわかんないけど、とりあえず目についたこの辺のクイルから先に集めておこう。やー、びっくりさせてから倒す。あぶねえ、そうだった、忘れてた。毎回忘れるんだよな、あいつの爆発。くらえくらえ。クイル結構集まったね。ここだけで5枚くらいで手に入った。おお、5枚いった。あと5枚か。神秘追加エリアに結構置いてあるイメージだから、とりあえずそっち行けば5枚全部集まるかな。5枚も置いてあるような場所にも見えないけどな。まあ行ってみないとわからんか。そんじゃ一旦変身しよう。変身してそれで今のところわかる、わかっているカジノトークンの場所を全部やり終えてから次のを探そう。うわ、マニュアルに記されている見た目とはちょっと違うわね。チョッパーを飛ばす際には B で上昇、 ZL で降下よ。 Y は強力なミサイルが発射されるから気をつけてと言うけれど、別にな、自分には害ないからとりあえず撃っとけばいいんじゃないの。で、そうだ、忘れないうちに、黄色いサイコロが重なっているところがあったはず。こっちだったかな。そうだ、この辺だね。この辺にアウトボーダーの、あったあった、これがあるので破壊しましょう。くらえ、あった。おら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 、むちゃくちゃやるよ。 OK、 62枚でもこれでもあと30枚以上集める必要があるからな。さてここだ、上壊したいんだけどな。それはさすがにいけないですし、これね、さすがに通れないかな。通れないね、ヘリコプターで通るのは無理と。まあじゃあここは後で来るとして、他にやっておきたいことといえば、これヘリコプターだったらあの豚たちと会話できるのかどうか。ほらー、あの豚がただの飾りなのかどうか。会話できないっぽいな。ほらほらほら、え、できるやん。目線合わせないとダメなのか。もぐもぐ、良い一日を、金属の戦士。偉大な宝を探しているんだ。でも現在僕は暴走によって重荷を背負っている。それは普段からじゃないのか。この勇敢な戦士を行き先まで護衛しするのに力を貸してくれないか。 OK、 なるほどね、この豚さんたちの護衛がトークンの条件かな。ってなると結構一気に進みそうだね。素晴らしい知らせだ、噂の戦士。僕の行き先の手がかりはこれだ。金属とか翼とかいろいろあるな。僕をここに到着させるには急上昇しなくてはならない。
僕を倉庫へ連れて行ってくれ。わかりましたか？倉庫？え、そう、え、急上昇して倉庫？どこだ？急上昇して倉庫、あれか？でもあれ倉庫っていうのか。時間制限で探すとまた無茶があるぜ。これか？ここだ、おりゃ、おりゃ。ダメっぽい。倉庫。倉庫っぽいところいっぱいあるからな。急上昇。この辺を倉庫とは言わないよな。急上昇する必要があって倉庫？高いところってことだよな。遅すぎる、前進よ。再度挑戦する？場所がわからんのよな。急上昇する必要があるっていうのは、下から急上昇する、つまり低いところから入って上の方に入らないといけないよっていうパターンなのか。そうか？ん？一体何を言いたいんだあいつは。ここは倉庫じゃないよな。ほら倉庫だよ。というかどうすれば成功なのかもちょっとわからんな。その目的地に着いたらいきなりパッパカパンパンパーンっていうのが音が鳴るのか、それともっていう感じ。やーん、乗せてもらってる分際で遅すぎるとかよう言うな。一つ思いついたところがある。あのレクストロのアーケードが置いてある近くに、ちょっと高いところに広めの空間があって、あれなんもねえなっていうところがあったから、あれかな。あれ、レクストロのアーケードってこっちにいたっけ。こっちじゃねえ、間違えてる。まあいいや、こっち行って、あとは時間が間に合うかどうかか。多分場所はこれで合ってるはず。もう他に倉庫っぽくてヘリコプターで侵入できるとこねえからな。あー、時間が。ここだ。あー、書いてある、これだ。間に合ってくれー、あとちょっとだったのに。そして登って、時間結構ギリギリよこれ。よっしゃ。なるほど、輪っかが置いてあるのね。しかしこんなところ来て何がしたいんだ。素晴らしい飛行だった戦士よ。出ていく途中で星を受け取ってくれ。ほう、これで1人当たり5枚もらえるとしたら、あと3人いるから3515でしょう。ってことは82枚ぐらいまでにはなるか。エクストロのアーケードで2枚ページがもらえるとしたら、あと8枚だけでいいってことになるね。そうなると結構現実的な数字になってきたね。じゃあついでなんで、他の豚さんたちにもお話をしようか。こっち側に弓矢のおじさんがいた。ちゃんと目線を合わせないと会話してくれないからね。気にしないでくれ。私はただカーペットのデザインに感嘆していてね。おや、これは岸用の無料のタクシーサービスなのかい？助けてくれますか？いいけど、目線合わせるとな、ヘリコプターのこの羽の部分が思いっきり顔面殴ってるんだよな。切符を家に置いてきてしまったんだ。これが私の手がかりだ。僕をここへ飛行機で運ぶのは簡単な仕事だ。もし君が全ての木を知っていれば。全ての木を知っていれば？俺は全ての木を知らないけど、とりあえずやってみようか。この屋内から進むと始まるということは、なんか外側がゴールなんじゃないの？全ての木を知っていればね。あの樹木系かな？ほどほどに遠い場所っていうことも考えると、あのゴルフコースあたりが怪しいんじゃないの？どうかな？高いところなのか否か。あの一番奥の木とか違うかな？ん？あれだ！発見！ちょっと待って！間に合ってくれ！もう！あとちょっとあったのに！いやでも今回は見つけるの早かったからね、そんなに怖くないよ。ほら行くぞ。到着。
木の上が目的地だったの。素晴らしい、ここはカーペットのデザインをめでるのに完璧な場所だね。カーペットを見たいから高いところに行きたい的な話だったのか。よし、あと二人いるね。あ、いた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 。そう、君だよ、君。君もまた連れて行かなくちゃいけないんだろう。いや、気高い飛行生物よ。ハマロットの騎士の簡単な旅の冒険を手伝ってはくれんのか。いいよ。素晴らしい。もちろん騎士のサポートして、行き先の手がかりしか提供できない。なんでだよ。例えば、あれだよね。最初のワールドで、プライバルスタックトロピックスで君たちに会った時もヒントしか教えてあげないよって言ってたね。なんだ、騎士はヒントしか教えないっていうなんか決まりでもあんのか。ここを飛ぶのは難しくない。トランプで作った家の上を君の運、ん？トランプで作った家の上で君の運を試せ。ただまあ言うてもね、ヘリコプターで連れて行く場所だから高いところなのは間違いないんだけど。トランプで作った家か。そんなんあったっけ？ん？あれか！あれっぽいね。そうか、完全にトランプタワーのイメージだったけど。トランプが、あそこにかかっていて、運を試せということは多分サイコロでしょ。だからサイコロの近くだと思うんだが。あったあったあった、ここだ。よしよしよし、気づいてよかった。今回は意外と近かった。まさかの一発クリア。しかしこんな何もないところに何の用なんだ。嬉しい機会、ギルの友よ。報酬を受け取れ。ギルは金が好きだろ。まあそういう話も聞きますけどね。オッケー。あと一人。あと一人は確か、場所は忘れたけど、あの関西弁のあんちゃんだよね。どこだったっけな、あの人。あんまり見かけた記憶もないんだけどな。